プロジェクト K。 こんにちは、キラです。今回はですね、津小島第10レースから第12レースまで1の全の6です。津は最終日です。小島は G1 戦5日目でございます。6レース分ですけども、全部イン逃げ決まってもなんらおかしくはないはずでございます。悪くても4レース分はイン逃げいけますでしょうという感じでございます。そのうちの1本2本は来ますでしょう。6号手絡みが合計24倍を超えればプラス収支です。さあ始まっていきます。最終日です。第10レース以降です。津から見ていきます。最終日、本日ね、第1レースからですね、なんと990倍が出ております。ほぼ10万周、ほぼ10万周のもうどでかい怪物が出ております。ただそれ以降はまあほぼほぼイン逃げ多め。まあ今回ですね、ちょっと無難に4通り行ってしまっておりますが、6号艇3着を、4通り、まあ6号手絡みなので24倍をこれはもうプラス収支なのでね、1本でプラス収支十分にございます。ワンチャンの満州もございますでしょう。大丈夫だよ、最終日残り2本は因縁になりますから、坊主はやめてください。2でとりあえず1本的中してからの小島に進みたいですね、気持ち的に。大丈夫、津最終日、ここからもね1号艇に落ち着くはず。ちなみにではございますが、本日の風速は4メートル、追い風4メートルです。イン逃げ4通りも勝ってね、坊主はね本当に勘弁していただきたいです。それだけはマジで勘弁していただきたい。はい、1号艇完璧、あとは6号艇が3着まで上がってくれればという感じです。126ここからですね、ここから1号艇はまず OK、 3着は最後まで分かりませんから。スタート正常です。1号艇松尾が1のリマークの旋回かわして126136、10倍台ついてくる。2号艇の加藤が届きません。そして3着からする3号艇の吉田が6ところえぐっていった。6号艇秋山が届きました。来たった、頼ったよ。17.9倍です。126でかいですよ、これ来た、でかいですよマジで。はい、来たこれ来た、はい来た、もう来た、完璧、大丈夫、もう大丈夫。123123でも怖いな。123一番人気だ、あ大丈夫。123が一番人気なんですけども、ほら鳥が羽ばたいている。17.9倍。ほら来た、一発でプラス収支届きませんけども、これでここで的中いただけるのがでかいです、ものすごくでかい。小島は G1 戦5日目なので、小島もイン逃げに期待します、全部イン逃げに期待します。差し一歩届きませんでしたが、2番手を確保は2号艇の加藤。しかしコーナーで攻めてきて直線、なんか怖いな、6号艇秋山が待って、なんか6号艇怖いな、2着怖いなねえ、やめようよそういうのも、最終ターンマークでこれから向かいます。争うのはもうやめようよ、やめましょうよ、それは絞って。ありがとうございます。はい、優勝戦でございます。ちょっとせっかくですね、2号艇じゃない2着を流しているので、どうせなら1号6とか来ていただきたいですよね。156、これは60倍台来てもなんだおかしくはない数字、優勝戦ですから。
大丈夫だよ、落ち着いていきましょう。1号艇はまずい、大丈夫、1号艇はまずいける。だからあれですね、2号艇3号艇4号艇がなんか争っていただいて、大事なマークで大外にそれていただくからの156、そんな展開が望ましいかもしれません。あ、こういうのチャンスですよ。4号艇があんまり、あ、1コース4コース際どい、一周の1マークに向かいます。なんかフライングの予感がしますよ。スタどうなる、どうなる。1号艇の佐藤か4号艇の北川だったんですが、後半の皆様にお知らせいたします。1号艇佐藤勇樹フライング優勝戦、まさかの1の組に関する投票、優勝戦でまさかのフライング、大切にお持ちください。2号艇前根が抜け出して先頭、2番手のインコース、これは変換です。4号艇の北川21マークの旋回ですが、まだ混戦抜け出しています。21マークの旋回、2号艇前根が先頭、2番手でクリア、内々粘っていったのは外は4号艇、変換じゃなければ当たったかもしれない。5号艇迫ってきた、大場となって、さあ続きまして小島見ていきたいと思います。小島は G1 戦5日目です。安定の小島5日目、安定のイン逃げ祭り状態ですね。満州は一本も出ていない、ちょっと怖いですね、そのあたりは。まあ一本ぐらい何かが起こりそうな予感はしますけども、それが第10レースか第11レースで起きそうな予感はしますけども。ほら待って、1号艇遅れてるよ。これは何かが起こりますよ。まくっちゃう。一応六、待って、これ戦う。ああ、やばいよ、53って名前でかいよ。やばいよ。ねえ、一六、ああ、まだからない。ここで決まる。ここで決まります。これでかい。これでかい。いや、1号艇なんとかすごいな、今。1号艇も終わりだと思ったんですけども、スタートも遅れてましたし。マジかいやー。え、これでかかった。これいったらでかかった。146はでかかった。ワン。いや、こうなってくるとちょっとね、怖いんですよね。イン逃げ祭り状態。まあこのまま終わるんですかね。このまま終わるとは思えない。ちょっと次の第11レースが怖いですよ。何かが起こりそうな気配がする。さあ第11レースです。小島の風速は3メートルです。斜め後ろからの3メートル。いやい、1号艇がね、どうにか頑張ってくだって。これもね、当たっちゃえば高いです。当たっちゃえばもうプラスに届くんですけども、3号艇はなんか遅れてる。3号艇は遅れてるか。なんかさっきのような展開。いや、伸びていた。はい、大丈夫、1号艇大丈夫そうですね。あとは6号艇がなんかちゃんと、待って、ほら何か起きた。ほらね、そうなんですよ。こうやってね、もうね、2号艇ぶつ島選手、まあでもそんな高い、1号艇残ったら高くないか。24できたとかだ、24とかなら満州です。あ、ほら満州の気配がする。あ、満州な。あまりにイン逃げが多すぎたので、何かが起こる予感はしておりましたけども、第11レースで。いや、ラストは大丈夫。ラストは1号艇は大丈夫です。6号艇がですね、
2本しか絡んでないです本日。6号艇2本しか絡んできてない。ラストです。1号艇はいけます、大丈夫です。注目は6号艇。チルとプラス 0.5 と6号艇の菊池です。3対3枠なりです。頑張れ。12レース準優勝戦はインコースからエジャン2番3番4番5番6番です。カタタタなにねえ、スタート審議中、スタート審議中とか言ってます。来た来た来た現在スタート審議中、後方一手アクセントがありました。ここでお知らせいたします。3号手の上田流星フライング変換欠場。3号手の上田流星フライング変換欠場です。従いまして3号手に関する条件すべて変換です。レース終了まで大切にお持ちください。先頭1号手の島村、2番手は2号手の篠崎、3番手5号手森谷となって上手明け1フタ5。ここは1マーク自己定レスキを避けての旋回ということになりました。先頭1号手の島村、2番手2号手篠崎仁、3番手5号手森谷です。上田家は1フタ5、その後方水がいて4号手の稲田、5番手最後方は6号手の菊池となります。レースは2種類ワークの旋回と向かっていきます。先頭は1号手の島村です。2番手は2号手の篠崎です。3番手5号手の森谷です。上田家をついて1、2、5。レースはこれから3周目と移っていきます。はーい。次回 G1 最終日です。1点勝負いきます。男気1点勝負です。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。